はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はバトルファンタズム最終戦となっております。行きましょう。ダークネビュラスですね。で、他は結構いい感じの手数で倒してます。現在の手数が254手なので、ダークネビュラスを、そうね、40手とかで倒せれば、全然200手以内でクリアになりますね。200手以内ってなかなか早いらしいんで、頑張りたいと思います。では、早速、行きましょう。強いのかい？あー、こういう感じのやつね。1匹なんだ。2匹じゃないんだ。とりあえずいつも通りの感じでいきましょうか。レボルでダメージアップして、どうだろうね。ああショックがいけるじゃん。でも硬えな、むちゃくちゃ硬いね。風切りめちゃくちゃ硬いこいつ。はやぶさ、会心じゃないとあんまりダメージ与えられないな。はい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 、なめちゃえ。効く、お効く効く効く。でこれならだいぶダメージ入るんじゃない。オッケー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 。防御力を下げてやらないと、どうもダメージがあんまり入らないみたいですね。6000、おーおーおお、いけるんじゃないこれこれいけるんじゃない。よし、押せ押せでちょっといきましょう。はい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 、おお仲間呼ぶんだ。メカバーンか、ミサイル。1000とかダメージ食らったぞ。ちょっと待って、耐えれないじゃんそんな。アンルシアでさえ、ちょっと待って、これ耐えれないぞ。ちょっと待って。こうして、生き返らせていこうか。いや、なかなか、強いぞ。強えな。ちょっと待って。まあまあ、即死攻撃みたいな。おい！無理じゃないこれ。いや、いけるいけるいける。まだ攻撃は効くから、うん、いけるね。ちょっと待って、チャージでいける。あー、まだか、次のターンだったか。やばい、あ、回復しとかんといかん。回復しよう。あ、お前もう生きてたんかい。スクールと意味ある？スクールと意味あるか。まあ、一応しとこうか。また？おお、ああ、よかった。何これ？ちょっと待って。これ、厳しくないか？お役立てください。うわあ、もういって。でも攻撃しないともうどうしようもないからね。いやあ、防御力高っけ。ヒューザの、オッケーオッケーオッケー。ダウンが入れば、まあまあまあ、いけそうなのよね。いけ。オッケー、ナイスナイスナイス。でも、スクルト入れたところであんまり意味なかったんだよね。あん、いや、違うだろうな。天使の守りとかそういうのを入れればいいの？
うん。祝福。そういうのを入れとけば、ちょ。厳しくねえか、これ本当にさ。とにかくヒューザーをなんとか、半分以上じゃないからな、ヒューザーをなんとかしないと攻撃すらできん。 OK、 こんな強いか。よし、ナイス。もうミサイルすんなって。あ、でも生き残ったぞ、バカ野郎。そこでなぜヒューザーに百裂ダメなー。でもオーケーオーケー、まあ攻撃は入るようになったよ。とにかく倒そうこいつをさ。いや、でもね、回復もしていかないとどうしようもないんだ。おい、やめろ、もう。あ、残った、バカ野郎か。ちょっとこれ難しいぞ。再挑戦します。聖女を入れていけばなんとかならない。どうだろうね、ちょっと百裂なめからいこう。これでいいね。でチャージダックルでしょ、ここまでは OK で、ここで最初聖女を入れて即死回避をなんとかするでしょ。意味があるかどうかわかんないけどね。うん、アイギスとか入れとく？だいぶ違うかな。一応アイギスも入れときましょう。で攻撃をしていく感じ。でレボルでしょ？でフォースブレイク。いけ。で風切りでいいね。オッケー。これ全員盾で行った方がいいのかな。全員盾でアイギスを入れて行った方が、いやでもそれはちょっと防御に振りすぎか。まあ、いや行け。ああ、いいダメージ。ミサイルに耐えれるかどうかよ。おーおーおお、あ、でも次してくるでしょ。おお、1残った。危ねえ。いけるね。じゃあまた次聖女を入れていけばいいんだ。でもメカバーンが鬱陶しいからまず倒しときたいよね。まあ、ここは雫で回復で、チャージタックルでメカバーンをちょっと動かなくして、で聖女、でアムシアで攻撃してメカバーンをちょっとなんとかしよう。おお、意外と HP は少ないぞ。でも倒しきれないか。いやーきつい。おー、危ねえ。いけなくはないぞ。待て、聖女の祈りはまだついてるから OK。 ならばネビュラスをまず攻撃したがいいね。おっ、ナイスで、ここでまず倒す。 OK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 。 HP1 になった時の追撃がこれでなくなるんで
だいぶマシでしょ。で、世界樹の雫。OK。二回攻撃がね、出てきてくれればだいぶ嬉しいんだけど。いいんじゃない？いいんじゃない？またかい。でもね、無視はできないんだよな。あぶねえ、あぶねえ。無視はできないのよ。レボルは入れとけ。2回攻撃して。ダメか。回復はしとかんといかんからね。失敗したか。これ失敗したかも。メカバンなんとかしたかったな。もう一回。よし、オッケーオッケーオッケー。あぶねえ。あぶな。呼ぶなよもう。あぶ、よし、いけた。こっからよ、こっから。百列なめで行くでしょ。2回攻撃がね、そろそろ出てきてくれればだいぶいいんだ。あ、聞くよ。よし、オッケー。で、ここで攻め切ろう。世界中のしずく。オッケー。もう23ってか、結構きついな。風切り。オッケー。だいぶこれでダメージは入るよね。いっけ。うんうんうん、いいダメージ、いいダメージ。もう半分いたよ。黄色でしょ。うん、いい感じよ。で、レボル、いいね。ここで、フォースブレイクを入れるか、もしくは天下無双で攻撃するか。いやー、フォースブレイクだろうね。まだ HP はありそうなんで。で、2回攻撃来い。よし、来た。で、これでだいぶ、もう8600めちゃくちゃ削った。で、別にもうすることないから、ここはドルモアで減らしとけ。よし。まあまあ、縦ガード率、そこはまあいいとしよう、いいとしよう。どうだ。よし、いけたー。だいぶ早くなかった？ 28 っていけましたよ、28って。ありがとうございます。ん？あ、最後の敵は強すぎるっていうことね。 OKOK。 まあまあ全然いけましたよ。はい。合計手数が182手ですね。いやー、ダークネビュラス入れてない。これ強かったですね。うん。でもまあ、聖女を入れていけば、なんとかなる感じでしたね。うん。でも普通に戦うと、ちょっと、厳しいやつですね。ミサイルがとにかく強い。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。